私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と、去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。この辺りは住宅街ということで、結構ママ友同士の付き合いも盛んなんだ。ママ友ランチとか、いろいろ企画してくれる人もいて、ありがたいと思っていたんだけど、幹事という立場を利用して、ズルする人もいるんだよね。それも、かなりの金額を。ねえ、水木さん。今度、レストランシュラマリエでね。ママ友ランチ会をすることになったから、水木さんも来て。超豪華なランチ会で、一人5000円だから。夏木さん、こんにちは。いや、ランチで5000円って高すぎじゃない？無理だよ。じゃあ、3000円のコースにするから、ほら、2000円もお得だよ。これなら参加するしかないよね。なんでいきなり2000円も値下がりするの？え？まあ、そんなのは別にいいじゃない。じゃあ、水木さんもリストに追加しておくからね。あのさ、何？シュラマリエのランチって1500円でしょ？3000円でも高いよね。水木さん、ちょっと細かいこと気にしすぎじゃない？みんなで楽しくランチできるんだからさ。いや、1500円も高くなるのはおかしいでしょ。あのさ、前に天ぷら屋さんでランチしたでしょ？その時って一人3000円だったよね。私、あの後同じ天ぷら屋さんに行ったんだけどさ、一人1500円のメニューだったって言われたよ。それは天ぷら屋さんが間違えてると思うよ。いいや、1500円のママ友会コースがあるからそれだって。メニューを確認したけど、間違いないよ。夏木さんを除いて、11人参加してたでしょ？ 16,500 円はどこに行ったわけ？そんなの、私の分に決まってるでしょ？は？私が幹事をしてあげたんだから、私の分は当然みんなに出してもらうことになるよね。いや、何言ってるの？だって、私がセッティングしてあげてるんだよ。そんなの、多めにもらって当然じゃん。何？水木さんって、幹事が大変なこと知らないの？いや、さすがにドン引きだよ。もうそういう商売じゃん。幹事がちょっと得するくらいは全然いいと思うよ。私も旅行の幹事をすることが多いけど、大変なのはわかるから。なのに文句つけるとか。でも、16,500円も儲けるのはさすがにおかしいでしょ。人を誘って予約するだけじゃん。別に忘年会シーズンで大変とか言うわけでもないし。うるさいな。とにかく、今度のランチ会はシュラマリエだから。私はお財布持っていかないから、よろしくね。漢字問題って難しいよね。実際に結構大変だったりするし。でも、夏木さんはさすがにやりすぎだよ。労力の分、少しだけ得をするとかじゃなくて、そういう商売になってるわけだし。知らないでお金を払っちゃったママさんたちからしたら気分のいい話ではないと思うよ。次のランチ会はレストランシュラマリエ。ということで私たちは罠を仕掛けることにしたんだ。そのためにランチ会に参加することに。まあ、夏木さんとランチするのはこれが最後だね。ランチ会当日。ちょっと何？どういうこと？夏木さん、どうしたの？なんでみんないなくなっちゃったの？トイレに行ってる間に勝手に帰るなんて最低。クズ、ゴミ。戻ってきて、ママ友ランチ会の会費5000円払えよ。みんな1500円払って帰ったよ。え？レストラン側にもちゃんと確認したし、個別会計にしてもらったから。勝手なことしないでよ。夏木さん、さすがにあなたやりすぎだよ。私に指摘されてまずいって思ったんでしょ？ランチ代のこととか伝えないで、みんなを集めてたよね。だって、水木さんみたいに5000円だと払えないって、騒ぎ出す人も出てくるかもしれないでしょ？で、ランチが終わった後に5000円って言うつもりだったんだよね。みんなこの内容で5000円だとは思わないよ。本来1500円のハンバーグランチだし。だから何？でも会費は5000円なんだから。食い逃げするな！ちゃんと LINE 読んで。お店側に確認したってさっき伝えたでしょ？はあ？でも、私が決めた会費は、他のママさんたちには会費は伝えてなかったじゃん。というか、夏木さんが1500円払えば、それで終了の話でしょ。幹事をやって儲けるなとは言わない。でも、さすがに汚いね。やりすぎだよ。私お金ないんだってば。財布持ってきてないの。こうなったら、トイレの窓から逃げてやる。はぁ？夏木さん、本当にトイレの窓から逃げたみたい。しかも、お尻がはまったのかな。窓ガラスが変に割れていたらしいよ。食い逃げした挙句、窓ガラスまで割って逃げるなんて、本当に何を考えているんだか。
ちなみにレストランシュラマリエのオーナーさんって実はとあるママ友の旦那さんなんだ。ということで、そのママ友さんと一緒に夏樹さんの旦那さんのところに行ってきたんだよ。ちょっと、なんで夫のところに行ったの？今夫が家に帰ってきてすごく怒ってるんだけど。私今トイレに籠城中。むしろ感謝してほしいね。食い逃げして窓ガラスまで割ったんだよ。普通なら警察案件だよね。それを旦那さんが払ってくれれば許してくれるって言うんだから。それに夏樹さんの旦那さんはリサイクルショップやってるから、お店にいるのも分かってるし。さまさま、あんたには関係ないでしょ。あのさ、夏樹さん知らないのかもしれないけど、シュラマリエってリサ子さんの旦那さんがオーナーなんだよ。そのリサ子さんから一緒に行ってほしいって頼まれたの。リサ子さんってあのおかっぱみたいな頭の地味な人？あんな人がオーナー夫人なわけないでしょ。いや、夏樹さんは1年くらい前に引っ越してきたから知らないんだろうけど、本当にリサ子さんがオーナー夫人だよ。そうなの？そういうこと。まあお金を払えばとりあえず警察沙汰にはならないんじゃん。私はむしろ警察沙汰にした方がいいと思うって言ったんだけどね。リサ子さんは優しいから。待ってよ、そもそも払うお金なんてないから。うちの夫お金がないんだよ。うん、さっき聞いた。お小遣いは毎月3000円、家計も全部夏樹さんに管理されてるって。あのさ、夏樹さんって専業主婦だよね。なのに相当お小遣い使ってない？それは自分は遊びまくって旦那さんに月3000円しか渡さないって、さすがにがめついでしょ。ママ友ランチのこともそうだけど本当にがめつい。もう何度も言わなくていいかな。てか本当にリサ子さんがオーナー夫人なの？だからそうだって言ってるじゃん。ってことはさ、別に払わなくてもよくない？は？だってリサ子さんってちょっと地味な感じの人だしさ、押し切ればなんとかなると思うんだけど。甘すぎだね。でもリサ子さんは甘くないよ。真面目で正義感の強い人だからね。本人も払わないなら即警察に行くって言ってたし。だって警察に行くならもう行ってるでしょ。そりゃお店側も警察を呼ぶとなると世間体が悪くなるかもしれないし。何？そんなに警察に行ってほしいの？じゃあ私からリサ子さんに話してあげるよ。待って、それはダメダメだから。さてその後なんだけど、夏樹さんは旦那さんと一緒にお店に行き、顔を真っ赤にして支払いをしたみたいだよ。旦那さんに言われてお店で土下座までしたみたい。翌日、瑞希と梨紗子の LINE。 梨紗子さんも大変だったね。いろいろ迷惑かけちゃってごめんよ。やだ、何言ってるの。私もね、夏樹さんのこと気になってたの。幹事さんが手数料の分得するっていうのはいいんだけど、あそこまでがめついとちょっと詐欺みたいじゃない？そうだよね。がっつり上乗せさせられてるなんて知らないママさんたちも多いんじゃないかな。それに関しては旦那さんが夏樹さんから話を聞いてお返しするって言ってたよ。あの後うちの店を通して私に連絡があったの。え、そうなんだ。でも旦那さんお金あるの？夏樹さんのブランド物を売ってお金を作るって。それと夏樹さんのご両親にも連絡して今回のことを説明したんだけど、ご両親すごく謝ってくれたって言ってたから、もしかしたらご両親もお金を出してくれるかも。そっか、よかったよかった。その後私のところにも夏樹さんの旦那さんが来て謝ってくれたよ。以前多く払わされた分も返ってきたんだ。最初はランチに100円上乗せすれば自分のランチがタダになる程度の話だったんだけど、だんだんと悪化していったみたいだね。1500円のランチなのに会費3000円を取ったり、3000円のランチに1万円取られたママもいたみたい。さすがにやりすぎだし、もしかしたら何かしらの詐欺に引っかかるかもしれないということで、旦那さんがあちこちに謝罪に行っていたよ。当然夏樹さんも謝罪に行っていたんだけど、まあ不機嫌そうな顔だったね。騙してすみませんでした。夏樹さん逆に評判悪くなっていってるよ。え、なんで？そりゃそうなるでしょう。旦那さんが土下座してる横で夏樹さんがブスッとしてるってみんな話してたよ。だってもう私すっからかんなんだよ。なのにずっとあちこちで謝罪してもう疲れた。私だってお小遣いがもっと欲しかっただけなのに。いや、
旦那さんから搾取しまくってたくせによく言うね。なるほど、反省はしていないんだね。これ警察に。いやいや、違うから、反省してるから、反省してますから。ああ、私働きたくなってきた。そう、そういえば梨紗子さんいるでしょ、夏希さんを雇いたいって言ってたよ。え、私を？そう、私も知らなかったんだけどさ、実は梨紗子さんも小さな会社をやってるんだって。夏希さんも困ってるだろうし、自分のところで働いたらどうかなって言ってたよ。やる、私やるわ。その後、梨紗子さんの会社で働き始めた夏希さんなんだけど、梨紗子さんの会社ってネット通販の会社なんだよ。そこで重い荷物をたくさん運ぶことになり、ぎっくり腰に。結局仕事を辞めて離婚し、実家に帰っていったよ。実家でも離れに暮らして、いない人間扱いされてるみたいだね。梨紗子さんはニコニコしてたけど、なんか怖いな。あの人は怒らせないようにしておこっと。さて、今日は千秋とひろやに洋服を買ってきたんだけど、にゃにゃまるがね、お土産がないってブー垂れてるの。ほら、ブーちゃん、拗ねないの。おもちゃたくさんあるでしょ。ほれほれ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。